続いて、真正面バージョンで書いていこうと思います。続いて、解説付きバージョンで書いていこうと思います。筆の真ん中の部分を優しく持って、墨をたっぷりとつけて、では書いていこうと思います。ピタッと止めて根元から上げる。にじみが気になるようなら、こまめに吸い取り紙やいらない紙で拭いてしまいましょう。小学校4年生の課題のちゃと書いてみました。まずですね、しっかりとした留めなど頑張って書いてみてください。あとはですね、この左右の払い、綺麗に書けるといいかなと思います。頑張って書いてみてください。チャンネル登録よろしく。高評価、コメントが僕たちの支えになります。ぜひともよろしくお願いします。